洪水で運ばれてきた大きな石、八丈石です。そして左甚五郎が建てた観音堂です。富士山の南に足高連峰がありますが、その山裾に向かっています。目指すは明けの観音堂。そして観音堂の近くに洪水で運ばれてきた巨石、八丈石を訪ねます。初めて行く場所です。電話番号も詳しいところ番地もないので、ナビに設定することはできません。行きつけるでしょうか。新東名高速道の近くであることは分かっています。八丈石公園が見つかりました。メルちゃんとの大きさを比べてみてください。案内板によると、この石は寛永12年1635年の洪水で東方の山腹にあったものが転落したものと言われています。自然の力はすごいですね。石の高さ約3メートル、上は平らになっていて約50平方メートルの広さがあるそうです。ということはまあ7メートル四方の広さということでしょうね。石の裏側には直径約2メートルの穴があります。言い伝えによると、昔この石に大きなホラガイが住み着いており、食物がなくなると村に降りてきては田畑を荒らし回り、村人を大変困らせていたそうです。あるよ、大雨が降り雷鳴がとどろき大嵐になりました。一夜明けて村人は海の方に向かっている一筋の跡を見て、ホラガイが風雨を起こし海に入ったものであると考えました。穴はそのホラガイが抜け出た跡であると伝えられています。明けの観音堂の建て札が見つかりました。茶畑に沿ったこの狭い農道をたどってきました。茶畑の向こうに海が望めます。海までの距離は地図上直線距離で 4.5km ぐらいでしょうかね。さて、いよいよ左甚五郎が建てた観音堂との出会いです。左甚五郎といえば日光東照宮の眠り猫が有名です。ここからの説明は案内板に記されていることを踏まえてのものになります。この観音堂は沼津では数少ない江戸中期の建築様式を示す建築物です。寛永14年1637年、名将左甚五郎が建てた観音堂です。3日未満で完成したという言い伝えが郷土の人々の間に伝承されています。左甚五郎については生没年不詳、謎に包まれているところが多いですね。全国にわたって彼の作品が残されており、その中には左甚五郎が実際に作ったものかどうかわからないものもあるようです。いずれにしろ名工の手による優れた建築作品や彫刻作品を味わえるのは貴重なひとときになります。屋根の吹き替えを除き創建時そのままなので、かなり老朽化しているのが見て取れます。中を覗いてみましょう。釘やボルトなどの金物は見えませんので、日本の伝統的な宮大工建築技術である木組み工法で作られているようです。
天井には竜、正面の壁面には天女の舞う姿が描かれています。木で木を組む木組み構造は地震にも強く耐久性があり、しかも見た目に美しいです。これが日本の伝統的な建築技法、強く美しい、これ最高ですね。ご本尊の十一面観音像はとても古いもので11世紀頃の制作と推定されています。沼津市の有形文化財に指定されています。推定樹齢600年のカヤの木です。